アラバマガルフコースト鉄道の4058号ディーゼル機関車、県ン列車アラバマガルフコースト鉄道は、レールアメリカ社の所有するアメリカ合衆国の三級鉄道の一つである。アラバマ州、モンロービルに本社を置いている。フロリダ州ペンサコーラの西にある輸出ターミナルから、北へ、ミシシッピ州、コロンバスまで、さらに、BNSF 鉄道の線路使用権を使って、 ミシシッピ州エーモリーまで運行している。支線はノーフォークサザン鉄道の線路使用権を使ってアラバマ州キンブローの西から南へアラバマ州モービルまで運行している。このうちモービル付近では独立した線路を有している。路線はすべて標準機である。他の鉄道会社との接続は以下の通り。ペンサコーラからキンブローまでの路線はかつて BNSF 鉄道が保有しており、1997年末にアラバマガルフコースト鉄道に売却された。実際の運行は1997年9月22日から始まっている。同時にアラバマガルフコースト鉄道は BNSF 鉄道の路線上に線路使用権を獲得している。BNSF 鉄道もまた現在アラバマガルフコースト鉄道の キンブローまでの線路使用権を持っている。ありがとうございます。